じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回のこの企画というのは朝朝ラボが始まってから初めての企画で、今回そのこういうような複合的なことをした目的っていうのは、やっぱ子どもたちに自分の中で好きになれそうなことを、まあ、増やしてほしいなっていう目的だったんですよね。で、僕の中ではサッカーでやっぱり点を入れるみたいなことの前に、なんかボール蹴って遠くに飛ぶだけでも多分嬉しい だろうなとか、相手をかわすことでなんか抜けて褒められたら嬉しいだろうなみたいな、まあ、そういうところを自分なりにちょっとフォーカスして子どもたちと触れ合ったんですけど、それぞれのなんか、まあ、野球、まあ、バドミントン、大工でなんかポイントとしてたことってありますか？まず僕らは野球教室ってなるともう投げれる前提なんで、そのやることとか課題が変わってくるんですけど、今回も本当ボールをまず投げたことがないと、肘をこううまく使おうとかって通用しないじゃないですか、あの1年生から6年生が見ても伝わるようにもうこうこうこうみたいなもう本当に一番こう野球をしたことない子たちに野球のちゃんとした動きを教えてあげるっていうのが今回のテーマでした。実感というか達成感みたいなのどうですか？結構形になってて、俺その見ながら、おお俺なんかいいコーチ今日できたなって思いながらやられてましたよ。ありがとうございます。バドミントンどうですか？そうですね、バドミントンのシャトルっていうのは最初勢いよくてもこう遠く離れたところに行くと相当減速するスポーツなので、そこのスピードの変化っていうものをこう子どもたちに感じてもらいたいなって思って、まあ、メニューは組んできたんですよね。さらにその先にはこうシャトルを打ち合うってい こうシャトルのやり取りっていうところがやっぱり一番楽しいところなので、そこまで持っていきたいなと思って、考えてはきたんですけど、実際にはこうなかなかシャトルに当たらない子もやっぱり結構多くて、そこの打ち合いまで持っていけなかったなっていうのがちょっと心残りですね。田中社長どうですか？まあ、僕らはそのスポーツじゃなくてこう木の体験をしてもらうということだったんで、まあ、1年生と6年生たちのやることをちょっと分けたんですね。体験っていう形でこう木に触れてもらうってことは、まあ、なんとなく僕たちも、うまく伝わったかなというには思ってます。ありがとうございます。未来のアスリートに対してなんか、伝えたいこととか、まあ、こうあってほしいみたいな願望みたいなのがもしあれば聞きたいなと思ったんですけど、森本さんありますか？その言葉にするとネガティブなこと、失敗とかエラーとか、負けたとかっていうものってすごいその教材になってるんで、誰に教わるとかっていうこともまあ大事かもしれないんですけど、一番大事な教材って実は自分が持ってて、うまくいってた時って学びがすごい少なくて、実は苦しい時のことをなんかちょっとこうもがいたとか、それをクリアしたものの跳ね返りって今すごい感じてるんで、だからこそなんか失敗から本当に学んで成長していってほしいなと思います。ありがとうございます。三上さんどうですか？そうですね、やっぱりこう自分の可能性を自分でこう決めてしまうのはもったいないなって思ってて、できるかできないかわからないなっていうまだ可能性がある中で選択するんであれば、やっぱりチャレンジするっていうことが自分の力を伸ばしてくれると思うので、まあ、現状維持よりは上のレベルにというふうに思います。ありがとうございます。森本さんなんか2回目の、ね、出演していただいて参加いただいて、なんか今後こういう朝朝ラボに期待することみたいなのをお三方からちょっと最後聞けたらなと思うんですけど、いかがですか？僕もこう2人子供がいて、何のスポーツやらせたらいいのかなとか迷うんですけど、で今うちの子供はサッカーやってるんですけど、なんかもっと本当バスケとかもやらしたいし、テニスもやらしたい、もちろんバドミントンもそうですし、いろんなことをやらしたい、ラグビーもやらしたいんだけど、あんまりそういう場がないんで、なんかそういういろんなスポーツを体験できる朝朝ラボのこう場にしていただきたいなと。ぜひプロジェクトチームに入っていただいてアイデアをいただけたらちょっとは本格的な話になっちゃううんとは言わない三垣さんどうですか？はい、まだ食との絡みはない。そうなんですね、まあ、ここの、朝朝ラボのプロジェクト小鉄さんという、はい、まあ飲食店さんとやらせていただいているので、近々やりましょうという話があるの で、その際にはまたぜひ、はい、その時はもうぜひなんか、まあ、食に携わるっていうことも
大事なことだと思うので、うん、そういうのがあると面白いなと思います。ありがとうございます。じゃあ田中社長いかがですか。今なかなかいろんなスポーツを体験できてこうやってこう経験できる場が少ないんで、うん、そういった意味では今回すごい、面白い企画で、まあ、そういった部分の受け皿になったのかな、うん、ここに来れば一気に体験できるっていうのは、うん、まあ、僕も子供いるんで、子供を持つ親としては非常に嬉しいなって、思ったのが一つ、まあ、あとは、まあ、我々も今回こう参加させていただいて子供と触れ合う機会ってやっぱりないんですよね、うん、僕ら仕事を通して。なのでそれが、まあ、僕らとして勉強させてもらった学べたっていう感じでしょうか。まあ、今後も、ね、新しい企画おそらくしていくと思いますので小野さんも協力いただけたらまた、ね、お声掛けしたりとかプロジェクトチーム合流、うん、また次回もぜひご参加いただけたらと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。